はい、おはようございます。今日はつむつむのガチャやっていきます。今ピックアップやってるのがこれですね、プレミアムボックス確率アップ最後のチャンスですね。8月31日まで、明日までなので、本当はですね28日までにやりたかったんですけど、ちょっとめんどくさくて今日になってしまったんですけど、今日クルーズラミレスが1体出たらとりあえず終わりです。でも他のやつもできれば5にしときたいなーっては思うんですよ。なので、クルーズラミレス以外に、何が出たらいいんだろう、マイクは無理そうだからウォーリーかな。ウォーリーと、まあ、カールおじさんもできれば5になったらいいかなとは思いますけど、どうしようかな。カールおじさん5になるまでちょっと頑張ってみますか。じゃあやっていきます。プレミアムボックス、もう確率アップ始まってますよね。間違いないよね。うん、間違いないですよね。31人まで。はい。では、いきます。頼む。できれば45万までで出てください。お願いします。まず1回目。なんでや !1 回目からお前かい。くそー。次。はい。どんどんいきますよ。はい、2回目。あピックアップピックアップ、何気に4ね。はい。ありがとうございます。使うことあるかな。はい、次は。ラプンツェルかよ。ハッピーラプンツェルの方やったら欲しいんだけど、あれ限定なんすよね。おい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 、この調子で出るか。ハートの女王って女王何匹いんの。頼む、あと33万で。ピノッキオピノッキオ、あんまりこいつね、最初出た時めちゃくちゃ強いんじゃないかって思ったんすけどね。パスカル 50% か。何気にスキルレベルマックスも夢じゃない。あ、カールおじさん、リーチ、ウォーリーとカールおじさんとクルーズラミレス3体。頑張れ、クルーズラミレス来い。なんだっけこれ、フォックス、ニック。ああ、何気にスキルレベルありがとうございます。4。やっぱスキルレベルがね、ガンガン上がっていくと面白いですよね。ガチャっていうのはそういうところで楽しさがあると思います。とかのお話聞きますけど。あっしゃー、あとカールおじさんとウォーリー。カールおじさんとウォーリーが出るまでちょっと粘ってみようかな。おっしゃー、ウォーリー、よし。あとはカールおじさん。ウォーリーでも使えるのかな、ようわからんな。なんか圧縮するとかってスキル。さんが来る、欲しいんやけど。とか恋人もな、上位かね、ガスでスキル使えるんやないかな。クルーズラミレスじゃないんですよ。カールおじさんが来てほしいんすよ、最後に。マレフィセント、何年前かだったらめちゃくちゃ強かったんすけどね。だって100万切っちゃう。よっしゃー、カールおじさんスキルレベル5。これで終わりっすね。今回のイベントは僕はこれで終わりっすかね。カールおじさんスキルレベル5、ウォーリースキルレベル5、ジェットパックエイリアンスキルレベル5、マイク、なんとかマイクは知りません、クルーズラミレスもスキルレベル5。今回のイベントはこれで終了です。僕は次のイベントに備えたいと思います。これで視聴ありがとうございました。